はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄太です。スターリーのルークです。はい、今回の企画は河野玄太の何週の問題を作るのは、イエイ、待望ですね。で、これは何でしょう。これは何でしょうか。はい、蒸気でアイマスクもうなんかつけろということですね。そうです。目隠しの状態で、7中の問題を解いてます。いやー、7中の問題目隠しは普通に解かせてほしい。しかもこれ蒸気だからね。寝かせる気満々じゃん。寝るよ、普通に。じゃあ、つけますわ。はい。これでいいのかな？いや、ここから暖かくなっていくと思う。酸素と触れて。じゃあ、今から解いてもらうんですけど、おはようございます。おはようございます。はい、ということで、つけ心地の方はいかがでしたか。つけ心地ですか。なだ頑張ります。はい、これやってないけど、これ、はい、オッケー。めっちゃ熱いんだけど、これ。第1問、はい、括弧四角9 2020分の19括弧閉じ割る 0.00125 イコール 32+101分の48。四角の中を解く、わかる。第1問、待って、括弧四角マイナス2020分の19割る0.0125 イコール、32たす、なんだっけ、101分の48で、まずね、目があったかい。え、待って、計算がね、こういう計算こそさ、絶対計算用紙必要なんじゃん。20分の1 0.05。 正解です。イエーイ、見事正解です。ありがとうございます。計算問題もう幸先危ういですけど。はい、ね、これがなんか文章題か、文章題か、こんなの大人の口です。はい、頑張ります。ではその丸を下ろしてみたいな。見えないか、本当に。じゃあ第2問。おい、タコくんは1000円を持ちコンビニで商品 A を買いに行きました。コンビニの店内には飲食のものもあります。タコくんは初め A を買って店内に食べようと思っていましたが、 A に後ろから消費税は 8% だけど、店内に食べたら消費税は 10% だから4個しか買えないよと言われました。そこでタコくんは4個だけ店内に食べ、1個を持ち帰ることにして全部 A を買うことができました。 A の消費税抜きの値段は1個につき100円です。ただしこの値段は1円以下の関数はありません。また消費税は持ち帰る商品の合計金額の 8% と店内に食べる商品の合計金額の 10% の合計から1円以下の非税の金額とします。さあ、頑張ってください。寝てる。いや、待って、なんかね、今風のね、消費税の持ち帰りとのね、両立の違いも問題ですもんね。ナウイの、ナウイ問題、ナウイがナウイくないけど。あ、1000円超えるから182、あ、182円。正解です。よっしゃ、いや、いけた。お見事です。危ねえ。いや、これね、結構ね、きついよ、リスニング。最初の1000円のとことか聞き落としてたし、まあまあまあ、でも、まだ2問目だもんね。そうですね。うん。まあまあまあ、次行きましょう。おや。第3問。図のように、4地点。A、B、C。待って、図のようにって大丈夫？もう書いてあります、図のように。書いてあるのは知ってるけど、図、まあいいや。はい、聞きます。ごめんなさい。聞きますよ。図のように4地点 A、B、C、D を結ぶ突然の塔があります。 B と C は84m、 C と D は1160m となっています。最初、太郎さんが A、ジモさんは C にいます。2人が B に向かって同時にアクセスすると同時に B にも書きます。また、最初の状態から2人が B に向かって同時にアクセスすると同時に B にも書きます。この時、A と D は近づけながらあります。なるほど。ただし、B に向かって B に向かって太郎さんの相手の速さは同じです。はいはい。また、ジモさんも B に向かって B に向かって相手の速さは同じです。それはそうだ、同じじゃないときつい。だから84と1260で、こうやるのとこうやるので
どっちにしろ同時だよってことよね。だから、わかった。はい。96m。よっしゃ。いや、いける。いや、いけるね、これ。本当にびっくりした。ね。すごい。自画自賛だけど。いや、もうね、冷めてきた、これ。じゃあ、第4問いきますか。第4問。はい。ある工場は毎日休みなく製品を作ります。一日あたりに作る製品の数は月曜日から金曜日まで同じで、土曜日は金曜日の数なく、日曜日は土曜日と同じです。ある年、この工場で6月に作った製品は372個、9月に作った製品は364個でした。この年の6月1日は何々曜日で、7月に作った製品は何々個でした。いや、これむずいぞ。え、だから、371個。まず丸1、6月1日は木曜日、で丸2だよね。そして7月に作る、あ、もう一回計算しとけばよかったな。374個、正解です。まあまあまあ、そんな日もありますよ。え、だから11個と5個、だからあとちゃんと計算しなきゃダメだったな。あ、多分ね、もう一回やったらいけるわ。てか紙があったらいけるわ。そういう企画です。いや、本当にね、もうね、目前まで来てたのよ。でさ、あ、もう、まあいいや、はい。違う、楽しようとしたんだよ、楽。だから、6月っていうか、9月と比べて7月はどうかなっていうので、プラス。なんか、パソコンが、負担かけすぎると、うおーってなるじゃないですか。それを人間バージョンに言うから。めちゃめちゃです。だから排熱処理に必要なんだから。だから人間で言うとまあ排熱処理はちゃんとさっきのところ。なるほど。いやで、あれを完全に排熱処理はなくすと、こういうふうにオーバーヒートして、自分の中で処理できなくなって、うわーって。ホットアイマスクのせいだよ、これは。そのオーバーヒートだ。言います。はい。このように数を並べたものがあります。このようにこのようにってやめてよ。このように数を並べたものがあります。彼らの行端の数は1で、2段目以降の行端以外の数はその数の左上にある数の和になっています。この100段目についてその一部括弧左から2つ右から6つの数括弧同士を括弧1100ねん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 7億5180。待って、それを覚えるの？いや、これ、4億5180。待って、パスカルの三角形ってことだよね、きっと。だからこう足していくってことか。そうです、ね。パスカルの三角形だね。で、その100段目を読んでくれてるってことだよね。100段目、まあ、左が2つ、右が3つとかそう。あと、1、100。右が3つは、右が1、100、4950。なんか、もう解き方は分かった。だからあとその100段目の446001。正解です。いけたね。いや、これ原理がね、結構有名なのよ。パスカルの三角形っていうもので、その11のね、N 乗っていうのがパスカルの三角形で計算できるっていうのは、知ってたっていうか、小学生の時自分でね、頭の中でいろんなの11かけてやってたから、それ知ってたのよ。さすが。うん。だからそれで、11の100乗の下6桁っていうのは、その100段目さえは見ればわかると。あとは最低限の情報だけ見ていけばいいと。だから7億なんとかっていうのを読み上げなくても、その最後の一桁が0っていう情報だけもらえればわかる。
さすがです。ありがとうございます。さて、第6問まで来ました。はい。今のところ 4.5 問か。そうです。いきます。いや、5問だったな、本当は。まあいいや。うん。第6問ね。第6問。はい。図のように正方形の板に点 A を中心とする円が書いてあり、待って、その円に沿って0から9の目盛りが等間隔で刻まれています。時計みたいなってことね。また、この円と同じ半径の円が点 A の位置を中心として配点できるように板の上に置いてある。この円盤には0から8の目盛りが等間隔で刻まれています。はじめは0の目盛りの位置がびっくり分かっていて、円盤は1時間かけて時計の上の周りと半分に一定の速さで行き来します。今の7の目盛りと円盤の8の目盛りをぴったりと合わせるのは、円盤が回転を始めてから7分後で、それからさらに40分40秒後には、板の丸2の目盛りと円盤の丸3の目盛りがぴったりと合わせています。あれ、困るな。どうでしょう。フリーズ。やめろちょっと待って要は680秒だから11分20秒だな。じゃあ丸1だけ答えていい？はい。丸1、11分20秒。丸1は11分20秒。正解です。はいはいはい。ここまではね、いい。で、その4分？はい。4分何秒後？40分40秒後には。40分40秒後？だから、円盤の方が6の目盛りで、板の方が8の目盛り。板の8の目盛りと円盤の6の目盛り、正解です。うわー、いけた。いやー、これ図をね、想像するところからだったけど無事いけましたね。図になくても。いや、なんかいけた。うわー、これは、え、だって今6問やったんだっけ。はい。で、まだ1ミスです。1ミスってか半ミスだよね。 5.5。 いやー、全部いけたな、これは。まあまあ、でもここから全問正解でいきますか。いきます。はい。7。はい。図で四角形 ABCD は平行四辺形です。はい。 BG の長さ対 DG の長さが5対7の時、 EF の長さは四角センチです。四角いや、待って、図形問題無理でしょこれ。リスニング図形問題のリスニングは無理でしょ。ちなみにこの問題は中学入試標準レベルの問題です。いや、そういう問題じゃなくて、はあ、紙があれば絶対、だからそれは要は紙があればできるってことでしょ。紙があるなしとかはその言い訳に過ぎないってことですね。ん？それリスニング解くこと前提されてないでしょ。リスニング、待って、だから待って、もう一回、平行四辺形 ABCD があるって言った？はい。で、BG 対 GD が？ん？ BG 対 BG の長さが5対7です。で、G は何者なの？急に G 出てきたけど。しかも EF もあるってこと？ EF もあります。え？で、EF の長さを求めます。いや、だから EF、ABCD があって、急に BG 対 GD が5対7って言われても、E と F、え、待って、あ、だから ABCD の周上に点 E と F があって、なんか2つ結んで、交点 G があって、BG 対 DG が、これ ?BG 対 DG？ はい。が5対7？ はい。え、だから対角線でピッて引いてるってことか？え？この時 EF、 EF を求めてください。あ、分かった気がする。あ、分かんないわ。ちなみに、うん、GF は1センチ。 GF の長さは1センチ。うん、だから E と F が分かんないんだって。待って、ちょっと待って、絶対分かんないよこれ。待って、 ABCD があって
で、その辺のどこかに E と F があるんだろうっていう。で、BG 対 GF が5対7ってことな？ BG 対 DG が5対7ってことは、G は BD 上にあるっていうことが予想できるわけよ。はい。だから、BD と G っていうのが、多分、EF の、EF を結ぶと G がある。あ、でも違う。EF は何センチかでしょ？そうです。で、与えられてるのが、なんだっけ、F、何が1センチなの？ GF が1センチです。GF が1センチ？え？ GF が1センチ？え？だって、GF が1センチで EF を求める。ん？でもさ、E と F と G が多分一直線上にあって、だから、その比を求めればいい。あ、わかった。E と F が敵、周上にどっかにあって、EF と対角線 BD の交点が点 G で、っていうことだ。え、うわぁ、これ、なんか、くそー、悔しい。ここまでわかるのに。だから B と D がどこにあるかがわかんないから、E と F が、E と F がどこにあるかわかんないから、ん、なんかさ、図でさ、チューテみたいな、ちょん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 みたいなの書いてあったりしないよね。しないです。え？じゃあ E と F はどこにあるんだ？え？だってさ、平行線、え？待って。E と F が、垂線とかどうかな？え？そんなわけないよな。え？ BD と ES の交点が G なのよ、絶対。違ったらもうダメだけど。あ、わかった。じゃあ、ちょっとね。はい。0.4 センチ。正解です。いや、わからんわ。悔しいですか？いや、悔しくない。だって、E と F がどこにあるかわからんもん。じゃあ、ラスト、11問目です。はい。展開図が、はい、わかんない。また図でしょ。はい、わかんない。全然違う。だからもう図はわかんないんだって。結果発表。イエーイ。今回7中の問題に目隠しをつけて挑戦していただきましたが、はい、正解したのは、お、5.5 問です。イエーイ。5問じゃないですか。え、11問中でしょ。11問中。イエーイ。最後の5問は図形だから脳幹でしょ。だから6問中 5.5 でしょ。まあそういう考え方もできるけど、いや、できる、できるよ。え、だからあのカレンダーの問題だよね。カレンダーの問題、いや、あれちゃんと計算してれば全部できたな。紙があればできたわ。なるほど。いや、でもまあ図形がね、いや、でも思ったよりいけてよかったわ。うん、もう満足っす。つまりゲンゲンさんはもう7中の問題がなくても目つぶっでは、言えないんです。え？解けるんでしょ。いや、5.5 半分じゃないから、それ6問中だから実質。これもう目隠し外していい？目隠しは皆さん、どうぞ。目を大事にしましょう。はい。え？あ、わかった。これみんないないパターンだな。これ、水曜日のダウンタウンで見たやつだ。以上で。はい。